いやー、よし、暑いね。暑いね、今日ね。あー、でもやっぱり、こういう夏はなんかね、こういうのが緑の下っていうのかな、太陽の下いるのが非常になんか、心地よいね、俺は。気持ちいいね、俺らやっぱ普段引きこもってるからさ。うん。ただなんかさ、不穏な噂聞いて、うん。なんか最近、うん。なんかまた関裕太が、うん。疲れてるらしいんだよ。うん、我々は今日なんかそんなこんなで、この緑の上、こちら、一体どこでしょうか、はい、いや、どこでしょうか。あー、コーナーで彼はね、本当にそういう台本だったからね。どうしてね、なんでお前俺に振ってくんの。はいはい、谷田本社前ふれあい昼間でございます、こちらね。よいしょ。こんな前振りもしちゃいましたよ、はい、誰が来るんですかって話ですよ。はい、よしきさん、コールお願いします。関裕太、カモン、カモン、渦中の人、カモン。渦中よ、お前。関裕太いるってことは、はい、もしかしてあの関有休ですか今回も。そうですね。あら、すごい、もう毎日が関有休ですからね今ね。確かに、本当に確かに、ただの休みなの。休みですよ。ただそうなのでもいいですよ、我々からしたら。今回はね、なんとこちら、タニタふれあい広場にて、はい、何かをします。おお、やっぱね、皆さん健康ってのはどっから来ると思います。内臓じゃない、心臓、内臓、心臓、うん、そう、いいこと言いますね。人間にはね、いわゆる万人のツボってものがありまして、実はね、ある特定の箇所から体の全細胞、特に内臓部分の良し悪しが分かるんですよ。一体どこでしょうか皆さん。顔じゃないですか。顔ですか。胸、胸、違う違う。はい、皆さん、今踏み込んでいるこの足でございます。おー、いわゆる足つぼと呼ばれるね。はい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 、ここはね、もう東洋医学ですよ。うん、ことの発端は中国から始まりました。おお、そこはいいわ、長いわ、それは。それは長いですか。そうだ、本日はね、健康小道というね、はい、足つぼロードをちょっと3人で走っていこうかということで、じゃあやっていきましょうか。はい、いざ、関裕太、裕太。じゃあね、本日来た、タニタ本社前ふれあい広場、ふれあい広場、うん、本日ここからこの我々3人の中から、うん、不老不死者が出ます。おお、古来より、はい、ね、偉人変人が追い求めたあの不老不死が、うん、このタニタ本社前ふれあい広場、はい、ここで手に入ります。ちょっといかついです ね。これは足つぼですか。これ全8コースからなる足つぼロード、うん、これを完走したら不老不死になれるらしいです。あらら、これ言ってるだけでちょっと長いかもしれないですけど、タニタさんの目の前にあって不老不死が転がってるのに、クリアした人がなんとほぼゼロ、世界に数人しかいないらしいです。だから世界中探したら、なんかすげえやつが不老不死のやついるんじゃねえかってたまに妄想するじゃないですか。こっから出てるんですよ。そのわずか、ここだけね。そう、ここだけからです。こっからもう不死の泉とかじゃないよ、うん、不老不死ロード、はい、今日はね、これやって僕たちは不老不死になります。はい、関さんにね、不老不死になってもらって、もうずっと配信で、ね、不老不死配信、そう、関さんにやってもらおうかなと。死したいし、はい、死ぬまで ね。モンハンも100までやりたいでしょ。そうですよ、もちろん100まで、モンハン100までやりたい。それ不老不死になってない、それ不老不死になってない。ただちょっとね、やっぱ僕は正直ひよってますね。思ったよりやっぱりこの石がいかつい、えぐい形してるやつあるからね。うん、ちょっと結構コースによってこの角度変わってるらしいんですけど。そうそう、進むごとにね、難易度が違うんですよ。そう、なんかどうやら4がマックスで、1コース目、2コース目、3コース目、4コース目が頂点で、そっからまたこう下がっていくみたいな、うん、そういうシステムになってるっぽいですよ、ね、とある界隈では4を Go to Hell と名付けて、不老不死に行けないやつは少し死ぬらしい。あんたがいない可能性はあるんだよな、これ。俺は絶対行ける。おら、あ、本当に、あら、絶対行ける。やっていきましょう。早速。よっ、レッツ不老不死。やあ。はい、ということで、まあ誰からレベル1行くのかなって話なんですけど、うん、まあ、多分一番健康であるだろう、うんうんうん、僕が行こうなっからと。僕健康診断毎年受けてるんですけど、すごい。AAABCAAAAA なんですよ。すごい。そう。かなり健康なの。C なんて誰でもあるから。じゃあもう早速行っていいですか。あ、そうそう、靴履いていく気じゃねえよな、これ。おいおいおい、スニーカーで行く気じゃねえよな、これ。皆まで言うな。おいおいおい、ねえ、これ、靴下、これシャバいです。正解。うん、靴下シャバいです。これ、脱いでいきます。あら、丸太だから。おね、全然痛くない。まあ、丸太でいいのか。全然痛くないけど、これ、
これ話になると分かる。これえぐいわ。これレベル2、ま、レベル今レベル2です。これ1だよ今。踏みしめていきましょうか。そう、不老不死の第一歩。あーなるほど。これでめちゃめちゃ痛いわ。しかもレベル2ですって兄さん。なんか足の裏の先端がめっちゃ痛いわ俺。これ踏み越えていくときに体重の 1.5 倍の力がかかると言われていて、確かにでもドラクエ6のダメージ床こんなのとだわ。そうの後ろね、だそうドラクエだからドラクエの勇者もダメージ受けるぐらいの。 あやばい、これマジで進め。足つぼでやってたのか、これ絶対無理だ。一番上のやつ勇者パーティー全員不健康じゃん。じゃこれ多分レベル3だ。多分変わった、変わってる。痛すぎる。これ絶対レベル2ですら無理よ。レベル3が。よし、喋る元気あるんだからいけるじゃないそれ。喋って元気出してんの。いやいやそんな腰引いちゃって。じゃあおばあちゃんじゃないんだからもう。不健康だな、やっぱその C の部分が効いてんじゃねえの。C 来てるかもな、小腸だから。あの悪玉コレステロールが俺めちゃめちゃ多いっていう。悪玉コレステロールが今退治されてるかもしれん。悪玉コレステロールが効いてる。俺も無理だ、これ無理さ。これ無理やめ。いやこれマジで無理、絶対渡りきれない。 C のまま。まだまだあっちまであんだから。レベルいくつだろう。4は行ってないですね。通称 2なんだ。今2だって。2でダメだったんだ。なんか最初は行けるかなと思ったんですけど、やっぱ歩いてると負荷が溜まっていくからだんだん。あそう、それで痛くなっちゃう。もう乳酸というかね。そうでさらにそこ超えてもレベル3だから、全然もうレベル4なんて俺ほど遠いわ。やってみよ。その時彼上手くなりましたわ。石油球通して。いやこれで俺たちがシャクッとちょっとクリアしちゃったらね、全部演技か。あのこれ全て素の反応なんでガチで。まあ正直時期僕はもう全然、うん、全然余裕じゃん。僕もぐらいはね、ばあちゃん家にありましたから。あそうですか。足つぼマットが、はいはい、無言じゃね。でもちょっと足引きつってるよ。いや大丈夫、これは、うん、これ余裕だわ。え、嘘だ、うん、お前健康だ。俺ね、足つぼ強いんだよ。もともと僕あの足つぼマッサージ結構好きで、うん、マッサージとかで足つぼしてるんですよね。ちょっとじゃあもうちょっとゆっくり行こうぜ。いいよいいよ。俺絶対来るからダメージは。俺ジャンプしてもいいよこれ。え、本当に。うん、正直彼のジャンプが出ます今から。はい彼、いやいや離れてない。ねえ、おいジャンプするって言ったのに。あ、もう全然気持ちいいっすね。こんなんでいいんすか。レベル4の。え、どうしよう、普通にクリアしちゃうよ俺。パラモニア、あ、ほら結構来たね。やっと、そう、ここら辺からもうきつくなってくんの。どうした。ほんとね、ほんとね、痛い。痛いでしょ。もうちょっと歩けない。でしょ。わー、痛い、ね、ちょっとこれね。あ、すみません、これ無理だ。そう、おい、マジでしょ、お前。いやー、これほんと、ここら辺で来る、ここら辺で来るの。切っといて。ここ辛い。辛いよね。なんかそんな ここ超えた後辛いのよ。何これ。トイレ行っていいですか。漏らしたら困るんで。いてえって我慢してたら漏らしたくないんで。ちょっとびっくりした。ちょっとトイレ行ってきます。ね、ちょっとトイレ行ってくるわ。さっきトイレ行ったばっかや。ウルト？うん。なんか励ましがあるみたいなんですけど、まあいらないです。多分出番いらないです。ああ、まあ。まあ一応ね、あの関さんがあ無理だってなったら、俺が第一ウルトでオニアが第二ウルト持ってるんで、いつでも言ってくださいよ。あ、ね、よかったね。まあ頼ってほしいですけどね。頼ってほしいよね。正直出番ないと思うけど。あ、本当に？どこから湧くんやこの自信。いや俺ね、あれなんだよね、感情と痛みないんですよ。感情と痛みがない。どんなだろう。いやちょっと楽しみだな。あとペース早い、ペース早い。だいぶこれは順調かもしれない。こっからですよ。ああ行って。で結構早めに行った方がいい。じゃないと持たない。あら、ちょっと早くない。でもあとうまい。たまになんかね、うん、やばい石があるんだ。え？ジジイ。あ、やっぱここだ。ちょっとこれ体重重いから。どんどん行かなきゃ。83あるから俺。レベル2で終わっちゃう。止まるとやばい。あ、でもすごい。すごい。せめて一旦レベル3を。あ、打ち消してる。打ち消し。痛みは痛みで打ち消してる。なに、関さん。いつでもウルトいけるけど。まだ。関さん。まだいける。まだいける？まだいける？まだレベル2です。ウルト1くれ。え？ウルト1くれ？ちょっとあのウルト準備かかるんで、ちょっと耐えてウルト耐えて準備かかるから。ウルト1。ああまあこっからでね。ここからウルト、第1ウルト、うん、僕の応援です。
もう遅いよ。じゃあ行かせていただきますか早速。関さんの健闘を祈ってフレーピーフレーピー関ゆうたフレフレ関フレフレ関フレフレ関フレッハー。どうぞ再開してください。いや、もう遅いよ。今が一番効いてるから、今が一番応援効いてるから。ゆうた頑張って。行っていいよ。これいける、これいける、これいける、これいける。鮮度が命だからね、応援は。死ぬほど痛え。はい、勢いつけて行ってみよう。やばいこれ、遅い。さあ頑張れ。頑張れ頑張れ。遅い受けるな。遅い遅い遅い受けるな。もうあそこまで行かないと始まらないから。ちょっと待って、痛い。汗が垂れました。汗がすげえ、汗がすげえわ。汗が垂れました。汗になってない。これはじゃあもうウルト2行きますか、よしきさん。もうウルト2行く。ちょっともうダメだこれ、言うたわ。あーもう時間だこれ。痛い。これ関さんの足裏取ってほしいです。クレーターみたいになってる。命がきすぎやろ。死ぬ。ウルトにじゃあちょっとやりますか。ウルトに。まあ僕の家業というかついてるものなんですけど、いわゆる催眠術ですね。まず目をつぶってください。で今イメージしてほしいのは海です。OK、深い海、深い海。でパチンやったらまた目覚ましてほしい。OK です。じゃあスリーパーからいきましょう。ゆっくり。2、3、13、14、目をつぶって、で深い海をイメージしてもらって、今どんどん沈んでるんですよ。今どこですか、石油で。タイタ本社、ふれあい広場前の。ではないです。深い深い海なんですよ。痛み感じない。またはおお。痛くないじゃん。痛くない痛くない。今海にいるよ。うわあ！全然ダメじゃねえかよ。おお、効いてるんじゃない、催眠術。海イメージして。効いてるよ。催眠、お、効いてる効いてる。痛くない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 。海だから、ここ海に今ないから。質問ほど。ついにレベル3です。あ、レベル3は海だ。そう、え、海、そうそうそう、海、海始まった、海始まった、海始まったよ。何も聞こえない、何も聞こえない、何も聞こえない。今海だよ、海だよ、沈んでるよ。お、すごい。そうそう、海には質もないよ、海には質もないよ。魚がいるよ。そう、感謝して、全部に感謝して、この世全てに、うん、もうちょい強い催眠かけます。2回やる、ゆうた、うん、これで痛くない、もっと痛くない。いけるいける、痛くない痛くない痛くない。クソ痛そうだよ。痛くない痛くない。もうレベル3終わるよ、ゆうた。なんとレベル4が待ってる、ゆうた。大丈夫大丈夫、頑張れ。海だから大丈夫大丈夫。ほらほら、もうレベル4だ、レベル4まで来た、レベル4まで来た。ほらほら、来た来た来た。頑張れ、フィッシュも来たよ、海の中から。いけるよ、歩けるよ、ゆうた頑張って。そう、羽ばたけるよ。そう、一番一番えぐいとこ行こう、一番エイリアとこ行こう。フロープ閉まってるよ。はよはよ、行けや。おフロークシー席。あーダメかそんな痛いか。すごい汗の量が、すごいな、本気でやってるんだっていう。地獄の一丁目でリタイアだ。じゃあね、これを渡れるような健康体はね、フロークシーって言われてもおかしくない。あー確かにね、マジでそもそもね、分かったらフロークシーなんじゃなくて、これを渡れるような人はすごいの。めちゃくちゃ健康なの。渡れるやつがフロークシー。ああすごいすごい。ダメだこれ、ビビった。あの無言でやり始めるのやめて。うおー、あーなるほど、すごい。あーで、いって、なるほど。新しい先生、僕タイロを切ってみる。だんだん俺がこう、俺が迫ってくる。もう無理無理無理、立つことすらままならない。一歩進めない。普通に拷問ですよ、拷問だよ。これこれやばい。ダメ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 。はい、ということでね、くしくも不老不死にはなれなかったんですけども、まあやっぱ人間ね、しっかり天寿を全うしようという、そういうことですわ。無理です、これは抗えないとね。抗えない。まあ神への挑戦だからね、不老不死はね。そうなんだよ。石油球なんか疲れてますよね、流れ。なんかハードになってきましたね。逆に疲れました。それはそう。でもめちゃくちゃツボ押されたから、でも健康になったから、もしかして良くなってんのかもないぞ。だったり、だから明日からっすよね。今押されたから明日から元気になりますよっていう。それが結局ね、健康につながるわけだから。長い目で見た健康だよね。そう、長い目で見たら関悠久になってるんですよ、実は。
ありがとうございます。はい、では次回の関有給でお会いしましょう。次回は緩やかなものを。どうした？続けて。緩やかなものが来るといいですね。さよなら関。さい。あー痛い。